ゆっくりしていってね。なんだ？いきなりどうしたんだ？ゆっくりしていってね。なんだ？それ今まで私たちほとんど言ってなかっただろ。ゆっくり。だからそれなんだって聞いてるんだが、早く言わないと閉めるぞこの野郎。マリサ、気づいてないの？え、何をだ？開幕にピースイッチが華麗に落下していったことだよ。そうそう、いつもと違うことをやってごまかせたらいいなって思ってね。どうやら気づかなかったみたいだし、大成功かな？悔しいが見事にやられてしまったな。それじゃ、改めまして、深夜ラーメンがマイブーム、ヨウムちゃんだよ。恥ずかしいところを見せしてしまったな。マリサだぜ。クールビューティーで名高いレイムちゃんです。それじゃ、今日はこの辺で終わります。次回のマリオメーカーも、ゆっくりしていってね。あれ？今ごまかすようなこと何かあったか？別に、怒ったことをごまかそうとしてるわけではないよ。たった今ミスったことをごまかせたらなぁと、さすがにそれは無理があるだろ。あ、もしかしてすごいことに気がついちゃったかも？なんだか嫌な予感がするんだぜ。そこのコインを先に取ってからスイッチ押せばショートカットできるよ。やっぱりろくなことじゃなかったな。霊夢はズルを見つけるのは得意だもんね。自分がコースを作る立場だったらどうするかなって考えてるとなんとなく見つけちゃうんだよね。矢印が下を向いてるけど、どうするの？性格がねじ曲がってない素直な人なら、当然そのまま降りていくんだろうけどな。私は当然裏を書いて、このまままっすぐに進んでいくよ。そして中間、こっちでよかったみたいだね。さてさて、この先どうするかな？あ、今度は素直に降りていくんだな。でも、大きいままじゃ進めなそうだね。まさか中間が罠だったとは。いやまあ、やり直しできるからいいんだけどね。さて、さっきやられたエリアを無事に抜けてこられました。私たちが喋ってない時間がかなり長かったけど、いいのか？まあ大丈夫でしょ。なんなら今度 L さんのステージでもやるときに完全に黙ってやってみようか。さすがにそれはやめておいた方がいいと思うけどな。そうそう、どうせなら浅川さんのコースでやってみようよ。いやいや、浅川さんは、もっとダメだろ。セリフのない漫画ってたまにあるけど、私たちが喋らないゆっくり動画なんてさすがにありえないもんね。演奏系のコースならともかく、普通のコースでそんなことやったら確実に視聴者様離れていくぞ。あれ？ちょっと待って、この先どうやって進んでいけばいいんだろ？考えろ私。なるほど、こういうところは自分が制作者だったらどうするか考えれば、確かに何かわかるかもしれないな。普通に壁を伝って降りたけど、あれでよかったのかな？いいよいいよ、進めればどんな方法でも万事よけ。さっきは私たち黙っていたけど、確かにこんな同じことが続くと実況することなくなるな。世間話で間を繋ぐのにも、限界はあるもんね。なんなら、私のここまでの人生を大長編で語ってあげてもいいよ。そんなの聞くくらいなら、黙ってた方がよっぽどマシなんだぜ。しょぼん。え、まさかここまで来て4択ですか？ちょっともう勘弁してよマリサ。私じゃないけどな。お、まさかのいきなり当たりを引いちゃったよ。動画的にはどうかと思うけど、やり直すのも大変だし、まあいいか。やらせ動画撲滅委員会を組織しましょう。霊夢、このコースはどうだった？ちょっとショートカットしたりしちゃったけど、最後の選択もやり直しできるみたいだったし優しさも感じたよ。それでは、次のコースに行きます。君と奏でる館道って、読み方合ってるのかな？タイトルからして演奏コースかと思ったけど、どうやら違うみたいだね。まだ始まったばっかりだけど、正統派お化け屋敷っていうコースなのかな？さっきのハテナブロックもいきなり当たりだったみたいだけど、あの中にはハズレもあったんだろうな。Bスイッチを押して、進んでいくね。あ、ドカンタドッカン。あ、間違えたテヘペロ。ドカンタドッカン。私は普段こまないからな。なんか二人でコントやってるとこ悪いけど、どんどん進んでいくよ。スタート地点の先に明らかに怪しいところがあったのを覚えていたので、そこを壊して進んでいきます。悪い悪い、私もちゃんと実況させてもらうんだぜ。ここはわかりやすいな。コインで親切に教えてくれてるし、スピンジャンプで行けば万事解決ですな。なんだか今日はやけにヨウムがはっちゃけてるけど、気にしたら負けってことで無視していきましょう。
ワーンバカレイムにバカにされたー。そこの位置アップのところは、何か隠しあるのかな？あの位置アップを取ると、ワンカップを飲んだ後みたいにベロンベロンになっちゃうんだよ。んと、特に何もないかな。よし、それじゃあサクサク進んでいこうね。ワーンバカレイムにバカにされたー。テレサが少々気にはなるけど、あんまり気にしすぎる必要もなさそうだな。下をうっこうっこと渡っていく姿、まるでマリサみたい。あ、間違えた。ゴリラ、いや、ドンキーコングみたい。中間の後は、またスピンで進んでいけばいいのかな。ワーンマリサにまでバカにされたー。おっと、ちょっと高さが足りなかったかな。無敵時間を使ってゴリ押しでギリギリ登れたな。おっと、パウブロック使って気持ちよくなっておきます。霊夢、目が言ってたぜ。あ、これは左が正解だと思うよ。間違いないよ。右側が正解だったみたいだな。なんでだなんでだ、畜生めぇ。右側の扉のところにわざわざランプのオブジェクトがあったでしょ。なるほど、それで右側が正解だと思ったんだな。伊達にあの世は見てないぜ。そのセリフ今の10代20代にわかるのか。20代後半ならギリギリわかるかな。さて、マリックの魔法で壁を消してもらって進めたよ。マリックじゃなくて、カメックな。どっちも似たようなものでしょ。お、ビードは発見しました。マリサがうっこうっこと急いで下を渡っていきます。業務じゃん、いい加減にしろよ。ここでまた中間を取ったのですが、いろいろあって下ってしまったので少しカットします。おっと、ここから先は赤コインを集めていくんだな。うん、敵の数もなんだか多くなってきたような気がするよ。おっとミスった。失敗しても奈落とかではない分優しいね。私みたいに空を飛べれば余裕なんだけどな。マリオは配管工のくせに尻尾やマントで空を飛べるよ。グーチョキパン店の女の子も、デッキブラシやほうきで空を飛べるよね。なんだか私が負けてるような気がしてきたな。さてさて、ここもマリックの魔法でブロックを消してもらえばいいんだね。マリック、じゃなくて、カメックの動きってコントロールしにくくて苦手です。ワールドでもヨッシーアイランドでも、嫌な奴だったよね。で、かなりグだったのでカットします。ほい、カット終わりました。お前がうまくカメックをコントロールできれば、カットする必要なかったんだからな。手品みたいに倒してもどんどん出てきて邪魔だね。おっと、いきなり明るい音楽が流れてきたよ。これはボーナスゲームの始まりなのかな？確かにゲームはゲームなんだが、うまくボム兵を爆発させて、砲台を P スイッチに落としてやるゲームなんだぜ。ファイヤーボールをうまく当てて、壊れるブロックにくっつければいいんだね。ただ、しばらくボム兵は見たくなかったな。前回の動画の、モフさんのコースのせい？確かにあれはトラウマものの難易度だったからな。なんかね、ファイヤーバーの部屋で私がズルしちゃったとこあるでしょ？ズルしてバネを持っていったところだな。あれ、モフさんの木に触ったらしくて、修正するって言ってたよ。ま、マジか？じゃあ私たちにはもうクリアできないな。何のことか気になる方は、前回の動画を見てくださいね。さて、こっちの砲台を落とすのも、あとちょっとだね。残りは、真ん中のブロックを壊してやるだけだな。うまくいったね。これで全部壊せるね。Pスイッチを砲台が押してくれたら、赤コインを回収してさっきの鍵ドアまで戻ります。それでは、お邪魔します。なんだかモッキーがいっぱいいるね。ハテナブロックからはツタが出てきてるけど、これどうすればいいんだ？あ、もしかしてあのモッキーのどれかが鍵を持ってたのかもしれないね。ふう、やり直せるように土管を置いてくれていて、よかったな。今度はあっさり鍵をゲット、そしてお邪魔します。あ、これはわかった。スターが上から音符を押してくれるんだな。結構長かったし、そろそろゴールでもいいんじゃないかな。おっと、本当にゴール発見。ゴールの上にある、下向き矢印は何なんだ？もしかして、どこかにショートカットでもあったのかもしれないね。皆さんぜひ自分で遊んで、確かめてみてくださいね。次回投稿は、金曜日の予定です。